ウンパルンパは、ロアルドダール作の自動小説、チョコレート工場の秘密及び、続編の、ガラスのエレベーター宇宙へ、に登場するキャラクターである。普段は、陽気に暮らしているが、事業主であるウィリー・ウォンカには忠実かつ真面目で、仕事熱心である。ストーリー中、多くのウンパルンパが登場するが、どのウンパルンパも顔、髪型、体型は、すべて同じ。原作では、 テレビ室で働く者を除いては毛皮をまとっているが、映画版では、いずれの作品も、文明的な作業服を着用している。チャーリーとチョコレート工場においては、滅多に笑わない表情とは裏腹に、各セクションで働く彼らの作業服は、かなり風変わりで、カラフルである。原作初版では、アフリカのピグミー族という設定だったが、人種問題により、ルンパランドに住む色白の小人に、 設定変更された。柳瀬直樹が翻訳を手掛けたロアルドダールコレクションなどでは名前がうんぱッぱるんぱっぱと書かれている。スパイたちによってレシピを盗まれ工場閉鎖に陥ったウォンカは新しいフレーバーを求めてルンパランドを探検中、そこで偶然うんぱるんぱたちを発見する。彼らは厳しい生活環境の中でカカオ豆に植えており、 それを知ったウォンカは交渉の末、カカオ豆の報酬と引き換えに彼らをチョコレート工場に雇用することに成功した。それ以来ウォンカのチョコレートは再びかつての人気を取り戻すようになる。チョコレート工場内に特別招待された5人の子供たちのうち4人は工場内でハプニングを引き起こし、それぞれの親と共に工場見学を退場させられる。 すると、ウンパルンパたちは、その度に、様々な音楽と、ダンスによって、その子供と親の欠点をシニカルに歌って踊る。映画では、見どころの一つとなっている。映画、チャーリーとチョコレート工場においては、この個性的なキャラクターを演じるのは、ディープロイである。彼はこの映画に登場するすべてのウンパルンパを演じた。ありがとうございます。